76、77。3年ぶりっていうのはどうなんですか。まああんま関係ないですね。うん、僕が来たことによってここは緑山の空気よりもキャンさんの空気になってる。緑山じゃなくてキャンさんなんだよね。キャンさんのサスケです。完全制覇しか見てないもんね。そうね、うん、そうですね。なんで弱気になってんだよ。そのセリフなんか毎年聞いてるなと。落ちるフラグが立ってる。なんかやめてくんないフラグ立てる。ゴールデンボンバーキャン豊30歳。ゴールデンボンバーのギター担当がサスケに殴り込み、やってきました。サスケに殴り込み、まさかの、嘘だろ、まさかの第一エリア、丸太に走らされるゴールデンボンバーギター担当のキャン豊、一番最初悪夢の滑り落ち。ゴールデンボンバーのゴールデンハムスターだよな。ゴールデンボンバーのゴールデンハムスターだよな。大丈夫、でもキャンさん可愛かった。可愛かったよね。なんやねんこれ。俺に期待をするな。着水でしたね。見事でした。100点取りました。3度目の正直なるか、キャン豊32歳。サスケスタートした。サスケスタートした。最速落下キャン豊。そんなキャンさん、そんなことあるキャンさん。カットされてもおかしくないから、キャンさん。マジでカットだな。むしろ、出なかったことにしていただけますか。目の前のアイテムを一つ一つクリアする、目の前の障害物を、それだけ。孤高のエアギタリスト、キャン豊、もう笑いは必要ない、目指すはクリアのみ。そう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 、全ての肉体、パフォーマンスを躍動させる時がやってまった。ゴールデンボンバーギタリスト、キャン豊33歳。4度の紅白出場を果たしたゴールデンボンバーのエアギタリスト、キャン豊。いいぞ、調子がいいぞ、余裕がある。さあ新エリア、ドラゴングライダー、初めてバーに触れるか。31人目の挑戦者、キャン豊、触れたか。キャン豊、触れたか。踏み込みは抜群でした。ただ高さが、左手はかかっている、右手が伸ばせませんでした。高い位置から背中から落水。やればできんじゃん俺。知らなかった。あとちょっとだった。ええ、ギターを諦めてたようにサスケも諦めてたよ俺。いけねえんだよ俺。見ててください、もうハヤテのごとくバシッとクリアして目指したい。ドラゴンクライダー、バーは掴んでいた。バーは掴んでいた。しかし集中しろ。ここで肉体には自信がないと話をしていました。特に練習もしていないと言っていた。ただここもウイングスライダー順調。よしよしよし。さあ前回失敗したドラゴングライダー、さあキャン豊、今度こそドラゴンに勝利するか。掴んで滑って、打てなかった。順手になった、順手になった。勝利するか、掴んで滑って、打てなかった。惜しかった。
純坂じゃなかったでしょ。純手だった。純手になっちゃった。なんでな、なんでな、あーなんでな。キャンさん、これがサスケだよ。サスケ6回目にしてね、僕一個気づいたことがあるんですけど、やっぱりケンジ頑張ってるじゃないですか。僕の周りの人、ケンジを応援して僕が出てることに気づいてないって。あのライブやってツアーフサスさんが楽屋入ってきて、ケンジ今度サスケ頑張れよっつって、あれキャン君も出んだっけっつって、はい出ますよっつったら鼻で笑いましたからふんっつって、もう目の前にティッシュふわってなりました。そんな鼻で笑うことあると思いましたね。よいしょ。今日はね、ドラゴン倒しに行きますよ。もうダルビッシュはメジャーねっすよ、マジで。今回どこで落ちるの。落ちないって話してんの。どういう落ち方してくれるの。落ちないっていう話。楽しみにしてるよ。ほら、これですよ。もうハムスター使っちゃったからね。頭からもいったし、頭から面白かったんだけどな。もう頭から、あの、頭で上のボタン押してるから。クリアしてんじゃん。おう、見とけよ。ちょっとダッシュして、もう始めちゃおう。早っ。そろそろもう準備した方がいいのにな。そんな筋肉強くないのに走りすぎなんだよな。体力が後半残ってないパターンですね。サスケってきついな。まだサスケ始まってないから。サスケってきついな。これか。俺にはチアガールがついてる。全然見てくれない。ダメだ、ヤツらも俺に興味ねえみたいな。いやー、やっぱり緊張しますね。あー、そうですか。なんなん、3年ぶりに強くなったキャンさんをね。そうだ、全国の皆さんに見せてあげないと。まあ見ててくださいよ。あいつすぐ落ちるって言ってます。こそこそば、チアガールを気にするな。ケグチ言ってないから。あいつまたハムスターになるぜ。言ってないから。この人落ちますね。しゃあ、やったんだこれ。お待たせしました。紹介します。新作動画続々公開中。チャンネル登録よろしく。